はい、土井選手お疲れ様です。お疲れ様です、キャンプ2日目に入りました、はい、どうですか雰囲気の方は。そうですね、まあ、チーム全体として、目標に向かっていい雰囲気でやれてるんじゃないかなというふうに思ってます。個人的にはこのキャンプでどんなことを目的にしてますか。まあ、そうですね、まず個人のレベルアップと、まあ、その中でチームのやるべきサッカーっていうのを一日でも早く、感じて、まあ、その中で自分のプレーができたらいいかなというふうに思ってます。土井選手ルーキーとして加入しましたけど、だいぶチームメイトとは仲良くなりましたか。そうですね、まあ、ベテランの先輩とかも、まあ、オフの時間だったりとかそういうところで、まあ、コミュニケーションを取ってくれる中で、まあ、若手は若手で、まあ、普段の仕事だったりとか掃除っていう部分でいいコミュニケーションが取れるかなっていうふうに思っています。部屋は誰と一緒ですか。部屋は、時田さんと、ひろき君と同じ部屋です。どんなお話を。そうですね、まあ、時さんが結構子供の話とかしてるんで、まあ、いいなっていうふうに思いながら、でも結構いろんな人が夜部屋入ってきて、で、まあ、いろんな話するんですごく楽しい部屋です。ちょっと先輩こんなことされて嫌だなみたいなことはないですか。そうですね、昨日夜、まあ、一発芸をやらされて、まあ、だいぶ笑いが取れたんで、まあ、ある意味良かったです。まあ、土井選手はこの後新人研修もあるんで一旦抜けると思うんですけど、キャンプ、はい、改めてどういったことをやっていきたいか意気込みをお願いします。まあチームが勝つために、チームの目標であるところに自分たちの基準を持っていって、で、まあ、その中で個人がレベルアップして、いいキャンプにできたらいいなというふうに思っています。あと町田のサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、自分たちも全力して全力尽くして頑張るので、これからも、今は開幕戦に向けて準備していくので、応援のほどよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。